はい、では、プロスプレス仕様です。県外ポケモンしか使えないランクマッチ、今回もやっていきましょう。今回はこの一番下のリオナ使っていくんだけど、リオナ特性いたずら心って言って、変化技を先制で出せる特性が持ってるんだよね。それで、このリオナ、マネッコっていう、変化技なんだけど、その、敵味方問わず、一番最後に出された技を出せるっていう技を使えるから、まあ、それ先制でその技を使っていく。まあ、それで、マネッコは、いたずら心が発動するから先制できるんだよ。だけど、このリオナめちゃくちゃ遅くしてあるから、一番遅い個体。具体的にロサイロより遅いぐらいだから、だから、先制で穴を、まあ、ここに穴を掘る覚えさせてるから、一回穴を掘る打った後に、マネッコを使って、それで、穴を掘るを先制で打って、そんで、高校で、戻ってくるっていう、そういう、そういうことやって、技が与えない無敵状態なんだよね。まあ、すごいロマンがあるのでね、じゃあ、やっていきましょうか。はい、かぐやさんとマッチングしました。あ、これかなりいいよ、これかなりリオルがいいパーティー。ミッキーの影打ちとゴイタンダーグラスセルはめんどくさいけど、それ以外はだいぶ刺さってる。それ多分初手カイオガだからこういうパーティーは大体。まあ、どうせカイオガがダグラージを出してくると思うから、もうリオの初手出ししちゃって、で、からのリオの日で、そうだね、カイオガに対して一応勝てる相手が欲しいから、もうジャンボを入れて、さあ、そのガブリアスに強いフリージョあたりでいいかな。はい。先生、よろしくお願いします。初手がガブリアスか。まあまあまあ、いい。別にミッキーのグラ、ゴリアンダー以外だったら何でもいいから。はい、まあ、とりあえず、これでやることは決まってる。まあ、そうだね。はい、これで、ガブリアスの攻撃を一発耐えて、おーっと、ステンスロック、これはでかい、これはでかい。化石を詰められるのはかなりでかい。ステンスロックを巻かれるから、リオルは基本的に初手に出さないといけないんだよ。大体初手に出さないとあんまり活躍できないんだよね。よし、これでガブ、はい、これで穴を掘りやって、どうかな、これやんなら来るかな。穴を掘るマネッコ無敵戦法はね、結構古典的な戦法であるんだけど、知らなかったら本当にわかんないから、絶対。こんなのがあるのってね、あれ、最初にかけてきたらマジですごいと思うよ。よし、知らないで、これは。知っとったら、ここがゴイランダーがミッキーに引いてくる場面。さあ、やっと見せれる時が来た。この穴を掘るマネッコ無敵戦法。あ、ちょっと、サメハラ。あ、そうか、サメハラがあるのか、ガブリアス。ちょっとめんどくさいけど、まあいい。ここでマネッコで、こっからだよ、こっから。一回穴を掘るやってない。マネッコは、一番最後に使われた技を使う技だから、まあこれ穴を掘るをまたやるんだよね。それで糸座心が発動して、マネッコを先制で撃つと。で、そのマネッコを先制で撃った結果、リオルは、下に潜ることができる。リオの穴を掘るで、潜ることができて、そんで、だけど、リオの素早さがすごい遅いから、ガブリアスが先に行動する、それで穴を掘るが当たると。来たね、決まったね。で、今は気づいたけど、ガブリアス自信だったらダメだったね。何かしらけど、地嵐だったから OK だったけど。自信だったら普通にダメだね。普通にダメだ、自信だったら。まあいいや、もう。ありありあり。もう全然いい。全然いい。自信じゃなかったからいい。よーし。よーし、いいね。はい、来たよ、これ負け。おめこれが無敵戦法だよ。非常に害悪。相手にもしたら本当にムカつくやつ。当たりません。攻撃は当たりません。いいね。なかなか決まらなかったから、決まらなかったら決まるとめちゃくちゃ気持ちいいね。だってもうそろそろ相手も気づく方でしょ。あ、これ攻撃当たんないのかって。いいね。これ絶望感ね。柳与太の身代わりの戦法に似てるよね。全然。エッチが減らないみたいな。いいね。気持ちいいね。あ、引っ込めてくるね。すげえ、ここは。おっと、カイオが出してきても別に変わんないよ。ゴイアンダーかミッキーじゃないと変わんないよ、別に。最高、マジで最高。そう、ガムリアスに遅いポケモン出してきたんだ、とりあえず。まあ、それは正解ではあるけど、コーリオがちゃんと最遅答えしてるから。素早さ、努力値を、一切振らずに、個体値はダメかもで、それで、正確にした補正を変える。なんで変えようか自信を持てて、ふざけんだよ。まあ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 。まあまあでも、十分リオ出して、仕事してくれた。まあここはモジャンボはね、モジャンボ出して、でもモジャンボで、ね、ガブリアスも変えようかも倒せるから、割といいんじゃないの？で、このモジャンボ、だってこの変えようがなんか怪しいな。こだわりアイテムだったら、え、
こだわりじゃないのかな、こいつ。でも、ここはギガドライに打つしかないとね。あ、引っ込めてくる。何出してくる。あ、ガブリアスはいけるよ、全然。ガブリアスはむしろありがとうって感じで。回復アイテム、回復アイテム。はい。これでガブリアスを倒しつつ、ステロの分のダメージを回復すると。いいね、いいね。いやー、これリオルがね、ガブリアスの位置をだいぶ削ってくれた方がいいね。いやー、最高最高。よーし。あー、ちょっと、あー、ミミックか。ミミックは別にいける。ミミックは別に、いける。うん、このタイムは勝てるわ。しょうがない。うん、ちょっとあの、むせたけど。いや、別に交代目はね、勝てるんだよ。普通に勝てる。釣りぐらい積まれたから、ちょっとあれなんだけど。いや、でも別に勝てるよな。まあ結構、釣りの場合、あの、ジャイツクとか結構食らいそうではあるけど。半分いくか、これ。あ、半分いかないで、さすが耐久。よし、これでギガドレインで位置を回復しつつ、まあ、ミーク、得も高いから一発では倒せないけど、まあ別に、問題は特にない。どうしようかな、ここはね、一旦、まあミークは倒すんだけど、ミーク倒した後に、一旦フリーズに引くかな。再生力を発動させたいから。じゃあやつく食らう、そんでギガドレインで回復しつつミークを倒す。さあね、まあ、フリージョンに引いて再生力発動しようかな、ここは。まあ、ここはフリージョン引きでいいでしょ、別に。まあ、海王が出すしかないよ、でも。何だろうな、自信、海王が自信持ってんのか。レイトビーム、使用機、根源の稼働、自信ってところかな、多分。で、これフリージョを出す。いや、で、こだわりアイテムなのかな？なんか自信持ってる時点でこだわりアイテムがちょっと怪しい気がするんだけど。あ、波乗りか。まあ別にいいや。まあこれはフリーズドライがいいか、普通に。あの、これ、カヨが負けること、え、これ、モジャも負けることある？今で、ね、フリージョンの方が素早さが高いから、カヨが生成するところは使っているんだよね。特に、メガネとじゃない波乗りなら、もうじゃあもう全然食らわないはずだから。ああ、いいね。いけるいける。これでギガダないんで、カヨは倒して終わり。え、大丈夫ね。全然食らうはずなんだよな。いけるよな。多分これ波乗りのダメージなのにギガダないの回復量の方が大きいんじゃないかな。あ、意外と食らわねえ。まあ、いけるでしょ。耐えれるでしょ。耐える。耐えれるはず。耐えろよ。ここ耐えろよ。マジで耐えろよ、ここ。ここ耐えないと、本当に。やばい。あー、危ない。よかったー。はい、というわけで、今回は、ここへ、ズレメさん。おっと、この